ラインはトゥルー、あなたは信じる、巷に転がる都市伝説紹介チャンネル、どうもコイキです。アンバサダーのトエです。就職、結婚、受験、まあみんなの中の人生の中でもね、うん、やっぱ重要な決断とか大事なことっていっぱいあったと思うんですよ。 いっぱいあったと思うよ、そら。はい、コイキさん何ですか？僕の中ではやっぱり就職かな。就職、そう、だって、ね、最初に就職したところの言ったら上司とか職場の環境っていうのが最初の価値観になっちゃうから、はいはい、そこがブラックかどうかとか正直分かってないわけ。確かにね、他に行って、あ、前の職場ってやばかったんだとか、良かったんだってことが初めて比較で分かるやんか、うん、だから就職はすごい大事だと思う。僕は一番最初にアコも行った時かな、あの時に他の消費者金融も一緒に行ったのが良かったね。これは重要な決断やった。比較できて、うん、いくら借りたんですか最初は？600万ぐらいはい、もうというわけでですね、まあ、いろんな決断があるんですけど、はい、これ全部コントロールされてます。え、どういうことですか？だからもう操られてるんですよ、我々は。操られてる？だからまあ俺たち人類にはね、まあ、いろんな未来があるよっていうこと言われてるけど、はい、そんな嘘、全てコントロールされております。そうだ、その方法は簡単、洗脳。え？いやいや、洗脳なんてそんなアニメ漫画でしか見たことあらへんわって言っとるようなね、目の前の方、そういうあなたもですね、すでに洗脳されてしまっているんです。いや、僕の世代は意外と疑ってませんよ。あ、そう。もう正直、ほら、あの某宗教団体がさ、事件をね、1990年代で起こした時とかもマインドコントロール受けて、すごいいい大学、頭いい大学に出てる人たちもなんか事件に関わっちゃって、ここありましたよね。だから日本でも結構そういう洗脳に関する事件っていうのはたくさん起きてるんですよ、ね、起きてるからね、実際に。そう、もしくはなんかいっぱいお金を払っちゃって貧乏になるまで払ったとか、そういう話よく聞くわけなんですけど、うん、実はですね、うん、これアメリカの CIA 実際に行ったとても有名な洗脳計画があるんですよ。何？それがMK ウルトラ計画。おお、マジで効く洗脳っていうことだね。エゴズ、MK5 みたいな、そんなノリで今来たけど、はい、でこれですね、ソ連との冷戦下にありました、うん、1950年代初頭から1960年代後半にかけてソ連のスパイを尋問したり記憶を消すために MK ウルトラプロジェクトという洗脳実験が行われたんですね、うん、名前だけ聞くとね、なんか中二病っぽい感じのね、そうそうそう、感じしますけど、まあね、シュワッみたいな感じですよね。あ、マンの方ですか、それ。あ、そうそう、はい、新ウルトラマンということでね、はい、あ、こちらが MK ウルトラ計画なんですけど、実際実験に関する機密文書の一部をですね、手に入れることに成功しまして、はちょ、字がなんか汚すぎ、書のところの遠近法すごいちっちゃい。あ、まあちょっと遠くから見てるからね。あ、目の錯覚ですか、うん、CIA の人が書いたから日本語ちょっと下手ですね。で、しかもビリってちょっとしか破けてないんですよ。醤油出すぐらいの感じですか。うわ、うるさ。はい、開け方どうなってるのこれ。こちら、ほら、見て。っぽいものです。っぽいもの出てきた。何ページあるのそれ。いっぱいあるんやけど、うん、見て、崩壊された文章やのにこういう黒塗りがいっぱいあるんや。どこから印刷してきたんそれ。見て、 MK ウルトラ計画が、やば、これちょっと嫌な思い出があるな俺は最近は。はい、それでこちらはですね、小屋さんの独自のルートで入手したね、機密文書のコピーなわけなんですけど、すごい、これ黒塗りされてるんですよ、うん、崩壊された言うてんのに。つまり MK ウルトラ計画というのはあったんですけども、本当に重要なことは未だに公開されてないんですよ。なるほど、まあ、僕らもねこれ解読しようと思ったんですけど、解読できたことできなかったことあります。今日はそういう話をしていこうと思います。いや、おもろい。つまり、うん、MK ウルトラ計画は闇深すぎる実験なんですよ。本当にあった洗脳をしていたっていう証拠なんですよね。皆さん、人を操るためにはここをやったらいいよっていう部位があることを知ってますか？部位？まあロースとかタンとか。なんで牛で例えてるか分からへんけど、まあ、部位って言ったらね、うん、部位なわけなんですけども、うん、刺激をすると人の思想とか主義を根本から変えてしまうことができる恐ろしい体の部位があるんです。え、それ何、その北斗の拳とかケンシロウが飛行つくみたいな感じなの？そうです。わたーみたいな、バーンって疲れたら、そう、記憶が飛ぶ。ある、嘘のような本当の話じゃないけど、それがこの眼下前頭皮質。どこやねん、どこ、初めて聞いた。ほほほほ、まぶたの上。あ、そう、脳の一部なんですけど、ここにですね、ピリ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 って微弱の電流を流すことで洗脳成功するんよ。ちょっと想像できへんねんけど、嘘やんって思う人もおると思うんやけど、もうこれ実証されてるんよね。アメリカワシントン大学医学部の研究チームが2020年猿で行った実験でこの事実は判明してるんよ。実験では被験体の猿が好きなジュース、多分リンゴジュースやったんやろね。え、なんでそれ決めつけるの？分からんけど、オレンジかもしれないんで。もう一個は好きではないジュース。何ジュース？ゴーヤジュースやったんやろね。もうあからさまな差出てるよ。オレンジかリンゴかぐらいにしといてくれ。選ばへんやろ大体ゴーヤは。でトマトジュース、ちょっと微妙なとこ来るなこれ。このどちらのジュースを手に取るか、まあ、繰り返しなんやけど、やっぱり実験では猿は好きなジュースを選び続けるんですよ。いや、それも俺も無限にオレンジかリンゴ取ってまうもんな。猿は単純ですからね、好きな方ばっか飲んでしまうんですよね。一番好きな俺ブドウやね。俺、うん、じゃあブドウジュースね、ウェルチ飲んでるわけなんですけど、うん、まあ、ウェルチとバイアリースとか。で、比較がちょっと言いづらくない？よくないですよこれ。あなたが言ったんですよそれ。あ、
言ってもあれじゃん、 100% のジュースか 30% ぐらいかみたいな。そうそう、さあ、まあ、さらにね、バイオリースの良さは分かんないんですよ、はい、僕は好きですよ、まあ、というわけで何とかこの好きなジュースを選ばした後、猿のまぶたの上にある眼下前頭皮質ピピ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 っていう弱電流、もう猿も感知できひんぐらいの電流を流すんですよ。そしたら好きではないジュースを選ぶようになったんよ。気分変わっただけじゃん。違う、いやちょっと最近もうリンゴ飽きたわみたいな。違う違う、コントロールできたよ。ほんま、これ来てトマト食われへんよ。このここピピ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 って流したらトマト食える。トマト食いたなってきた。そういうこと。そんなことある？ある。ほんま、だって猿が言ってるんやもん。言ってるん。猿がジュースを選んでる間に特定のジュースを選ぼうとした時に、うん、体感がないほどの電流を送るとそのジュースを選ばなくなったという研究があるんよ、うん、さらに研究チームによれば、猿にどのようなジュースを見せた場合でも最終的には眼下前頭皮質に電流を流すことで猿が選ぶジュースを自由に誘導することができるんよ。だからあなたはいつもね、自販機の前にどれ買おうかなって迷うんですよ、5分ぐらい、うん、この5分ぐらい迷って最終的に選んだものは自分が選んだものと思ってるかもしれません。でもね、そもそも5分も自動販売機の前に迷う？そういう人もおる。5分俺結構迷う。入れたお金も戻ってくるわ。そうよ、だから決めてから押すんよ。押した時に自分が選んだと思ってないけど、それは実はね、微弱な電波が流れて選ばされてるのかもしれない。え、でもなんか装置とかつけてませんやん別に。いえ、もう自販機からピー、はぁ、で飛んでるかもしれない。まあそれは嘘なんやけど、 そんなことはないんやけど、そういうぐらいなんか洗脳されてる可能性があるんよ。で、人間とこの猿っていうのはもう 99% ぐらいもう DNA 一緒やから、まあ、大体まあ人間にも適応できるだろうってことは言われてるんですよね、うん、で電流によって眼下前頭皮質の活動が妨げられたことによって、いとも簡単に洗脳状態に陥ってしまうと。さらに人間の場合はここがもしね、言ってる眼下頭前皮質が損傷したら障害が起きると、意思決定力の欠如が挙げられるんや。だから自販機の前で5時間ぐらい悩んで迷うようになるんやな。5時間え？それぐらい意思決定ができなくなるんや。現在僕たち人類の決然選択というのはここの部分が担ってるよってことが言われてるんですよね。でこのようなことから、人類も脳のごく一部に電気刺激を与えるだけで簡単に思想とか主義とか決断を変えてしまえるんじゃないのかと。つまり知らない間に我々洗脳されてるかもしれない。それはなんかいい部分で使っていただきたいね。そうね、実際こういう洗脳の歴史というのはいっぱいあるんや。洗脳がもたらす闇の世界。実は、うん、洗脳はすなわち世界をコントロールするために僕たち知らないような世界に広まってたんじゃないのか、うん、ってことがもう言われていて、うん、気づいた頃には洗脳完了してるんですよね、うん、でまず皆さんは人類史において洗脳がいつから行われるようになったかっていうのはご存知でしょうか。知りません。これね、一般的に言われるのは、うん、1950年から続いた朝鮮戦争中っていう、うん、結構比較的新しいんですよ、うん、なるほど。中国の捕虜収容所でアメリカ兵が行われた思想改造が人類史上初めてって言われるんですよね。なるほど。でこれが公になったんも CIA が提出した報告書なんよね。だからもうびっくりよ、うん、これね、戦争中に洗脳したよって言ってるんやけど、この報告書では朝鮮戦争で中国の捕虜となったアメリカ兵が捕虜収容所で共産主義に賛同するようになっていたという事例が報告されてるんですよね、うんうんうん、でさらに人の思想を転覆させるほどの技法を当時のアメリカ人ジャーナリスト、うん、エドワード・ハンター氏がですね、はいはい、ハンティングしてきたんですよ。そんなことないね。ブレインウォッシング、ブレインウォッシング、まさに洗脳やん。そう、脳を洗うよっていう、うん、結構渋そうな顔してますね。顔はどうでもいいけど。ではですね、中国で一体どのように洗脳させたかと。皆さんこの方法をちょっと悪用しないでくださいね。計画的に人間の精神を崩壊させることができます。なるほど。その方法は、うん、1、勉強会で共産主義について学習する、うん、このぐらいだと全然大丈夫じゃないですか。まあ世の中ありますよ、そういうこと、ね、ありますよ。で集団で学習会を行い自己批判を繰り返させる、まあ、だからお前が間違ってるんやってことを、うん、私は間違ってる、私は間違ってるみたいなことを言わせるんよ。で3つ目、今までの考えが間違っていたと告白したものを称賛する、うん、これ宗教でもよく使われる方法です ね。で思想を曲げない者がいなくなるまで討論を終えない、もう疲弊状態にしていくんですね、うん、で5番目、今まで持っていた思想に対して罪悪感を植え付ける、うん、お前は間違っていると、うん、こうすることで洗脳が出来上がるんですよね、うんうん。まあ、実際人間疲れている時にこういうことをされると本当にコロッと思想が変わったりするんですよね。いやそれこそこの前のさ、信じられない話の特番の中でもさ、光くんもそう言ってたもんね。いやそうなんですよ、うん、やっぱ人間ちょっと弱ってる時とか悩み抱えてる時ほどやっぱそういう宗教入りやすかったり、そう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 、人の話を聞きやすい状態にあるから、ちょっと洗脳されやすい状態にあるっていうもんね、まあ、ちなみにね、これ聞いて、まあ、試したいなと思った人もおると思うよ、まあ、ただやっぱり、まあ、集団で、ね、学習会とか行うの怖いじゃないですか、うん、そんな方
のお手軽におすすめなのは、うん、鏡見てお前は誰だって言い続けるといいですね。うわ、どうして、怖い怖い怖い、だから自分が誰か分からんようになるっていう種の洗脳ですから。いや、それ怖い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 、だから鏡見て言葉を吐きかけたら自分を洗脳できます。あは、どうですか。ちょっと怖いな、あんまね真似してほしくない。いやでも俺はトマト食えるって言い過ぎたらいけるよ。いけるんです、うん、いけますいけます。怖いな。でですね、またハンター氏は洗脳は脳の戦争と呼ぶことが適切やと。洗脳することで対象者を無力にし人格を破壊する、その上でコントロールすることができると。洗脳を続けることで従順な人間を作ることが可能やってことを言うとるんよ。さらにニューヨーク市立大学の精神科医ロバート・リフトン博士がですね、うん、リプトンを飲んでいた頃1900飲んでませんね。あ、そうですか。リフトン博士ですね。ああ、なるほどなるほどなるほど。この方はですね、1954年から行われていた調査をもとにして書いた著書、思想改造の真理にはですね、洗脳は個人の自立性を完全に奪い、国家全体の利害と一致するように政治統制を整えることが可能であると。つまり、国によって一番都合のいい国民を作り上げることができるよってことが言うとるんですよ。警告を発してくれてる顔してますね。確かに。つまり一人一人の洗脳を行うことによってもう世界をも動かすことができるってことを言うとるんですよ。じゃあこのようなことから現在でも争いの絶えない世界、あらゆる権力者がより良い世界を作り出す、思い通りにするために有効な手段として現在でも洗脳というのは有効な手段なわけなんですよ。じゃあ2023年現在80億人おるけど全員に洗脳ほんまにやってんのかと、こんなとてつもない数にできるんかと。できるんよ。新世界の構築が実現する。お、実は近い未来にこれが実現してしまうんじゃないのかって言われている。それがマイクロチップ。マイクロチップ。脳内にマイクロチップをね、埋め込むみたいな話ありますけど、そうした時に新しい人間が誕生するんじゃないのかとも言われてるんよ。うん、これ見て、人間とロボットが融合するんよね。うんうん、人間が細胞化した未来になると。うん、このダヴィンチのね、あれになぞらえてるんやけど。そうだね。この技術は決して SF 作品の中のものだけではないです、もはや。実際にアメリカのオハイオ州立大学が行った研究では、怪我で肩から下が麻痺した男性の脳に筋肉に電気信号を送るチップを埋め込みました、うん、そしたら運動機能が改善されたという結果が報告。すごで、さらにやっぱアメリカ言うたらね、今いろいろお騒がせのイーロン・マスク、ツイッター社を買収しました。でもですね、彼は人工知能と人間の共生を目的とした会社ニューラリンク社ってのもやっとるんですよね、うん、でここではすでに人工知能のマイクロチップを埋め込む技術を動物実験に成功させるんですよ、うん、さらに半年以内で人体で臨床試験を行うってことも言うてるんですよ、ね、おこのように脳にマイクロチップを埋め込むという技術自体は確実に進歩しており、まずは医療面での実用化がまず行われていくだろうと、うん、でさらに人間の脳内にマイクロチップを埋め込み電流を流すという技術はすでに確立されてるって言っても過言じゃないんですよ、うん、さらにですね、東京大学大学院の池谷教授によれば、人間の脳に人工知能チップを埋め込むことで将来的には他者に思考を直接送信、 Bluetooth みたいに繋がれるのかな。そう、聞こえますか聞こえますか、あなたの脳に直接働きかけています。めちゃめちゃ喋っとるやんけ。あなたはおやすさチャンネル登録をしていますか。なんか聞こえましたね、これ。そう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 。でですね、知性や記憶力を高めることも可能になったりだとか、無敵やん、脳能力が開拓されるとか、まあそういうことが言われておりまして、まあ実際にね、日本の内閣府も2050年までに人が脳、体、時間、空間の制約から解き放たれる社会を実現するということを言うとるわけなんですけども、このムーンショット目標の中でも、まあやはり脳っていうのも単語としてありますから、もしかしたら脳が解放されるというのはマイクロチップによって、ね、無限に脳の機能を高めれるようになるよっていうことで埋められて、僕らは知らず知らずのうちに洗脳されてしまうのかもしれない。でさらに近未来的にね、これ楽しそうやなと思う反面、やっぱりね、洗脳は怖いなと思う人もおると思うんよ。でも意図的にコントロールさせ続けるこんな洗脳されたロボット人間っていうのは本当に誕生すんのかってこと思うじゃないですか。じゃあうちってね、何のチャンネルかって言ったら予言チャンネルなんですよ。予言チャンネルではないですけどね、多くの予言者を取り扱ってるチャンネルなんですよ。それは合ってるね。これね、実は予言されてます、ロボット人間の誕生が。何、人類が例える新時代、まあいい曲ですね、新時代ね、歌ね。で実は脳に埋め込むマイクロチップが引き起こす衝撃の洗脳世界、ロボット人間が生まれることを100年も前から予言してた人物がいます。それがアドルフ・ヒトラー。おお、そうなの。まあ独裁者のイメージが強いんですけど、彼実は予言者の一面も持ってたんですよね、うん、実際にヒトラーは日本に関する予言としては、第二次世界大戦に日本がドイツの同盟国になるとか、まあ、これ当てるそうやけどね、うん、他にも日本が撃沈するアメリカ軍艦の名前とか原子爆弾の投下、そしてそれを支持した人物などもバシバシ当てとるんですよ。すごいねこれね。で他にもいろんな予言当ててるんですけども、2039年に世界は超変革が起きるみたいな予言を言うとるんよ。この内容がマイクロチップによる洗脳が完了した世界のことを言ってるんじゃないのかっていう説があるんですよね。ヒトラーはこういう風に言ってます。2039年に地球規模の大変動が起き、大部分の人類が一種の機械となる、ただ操られ働
き楽しむだけの存在であり、従って生きる変われた人類だ。しかしロボット人間は全て操作されていることに気づかず、何もかも自分で選択し決断していると思い込む。ロボット人間は今の人間とは違う感覚を持っている、という衝撃的な内容なんです。もうこれ答えちゃうで、そんなことないやんって思う皆さん、僕らが普段見てる YouTube、 これ YouTube も自分が見てるような似たようなチャンネルばっか出てきません？小池スタジオ見てる方は直樹マンさんだとか、トシボーイズさんとか、いろんな方が出てくると思うんですよ。それも自分で選択してこの動画を押してるように見えて、 YouTube の AI が的確に示してるだけじゃないですか、うん、つまり洗脳はもう始まっとるんですよ。いやーそうね、マイクロチップを埋め込むっていうのはすごいリアリティがあるな。でこのマイクロチップの技術も年々進化してきてるわけじゃないですか。つまりこのヒトラーの予言が当たっても何もおかしくない。さらにこの2039年の予言として、ロボット人間だけじゃなく超人間と呼ばれる超少数派の人類も誕生するってことを言うとるんですよ、はあ、では超人類とは一体何なのかと。その人類とは今の人間とは比にならないほどの知性を持っている、世界に訪れるあらゆる課題を解決してくれる、そんな神に近い優れた人類やってことを言うとるんですよ、うん、でですね、彼は最後に恐ろしい予言を残してます。その内容は、超人たちはロボット人間を家畜として育て飼う、2089年から2999年には完全な神である超人と完璧なロボット人間だけの世界を訪れ、地上ではロボット人間が住み、超人が宇宙からその全てを支配する時代がやってくると。うわーすごー。だから今後僕たちの住む世界は瞬く間に変わっていき、僕ら今ね体一つで生きてますけども、こういう当たり前の時代が変わる日がすぐそこまでやってきてるのかもね、というお話でした、うん、というわけで皆さんはね、マイクロチップを埋めれる日が来たら埋めますか、埋めませんか。なんかさ、マイクロチップを埋めるっていうことは、まあ、機械じゃないですか、うん、感覚的に言うとね。じゃあその東亜君が使ってる Mac も僕の Windows も、はい、もちろん電源オフにする瞬間はあるよね。ありますね。それってさ、人間に置き換えたら怖いことやん。アップグレードするからちょっと電源切るね一回みたいな。でもよくよく考えたら、毎日人間って睡眠してるんだよね。確かに1日の3分の1は寝てるじゃん大体の人は、うん、それってもう生まれた時から当たり前にある行為だから何の疑いもないけども、うん、それってそういうことじゃないのって思うよね。寝てる間にバージョンアップやアップグレードしてくれたら、うん、チップパッて入れ替えただけで、お、また新しい知識が入ってきたとか、今日のニュース入ってきたみたいな。そうっすよね。そう、なんかそれは当たり前に受け入れられるようなことにもう100年後とかになってそうやもんな。いや、なってそう。寝るのと一緒やんじゃないのって思う。確かに、うん、寝てる間にね、手にやられとったら分からんもんね。分かんないね。寝てる間に受信機みたいなもん入ってて、アップグレードしときますねみたいな、なんか iPhone みたいなね、睡眠時にやっとくみたいな。そうそうそう、ね、夜間にねバージョンアップしていくみたいな、どんな字じゃないっていう。恐ろしいね。ねえ、というわけで本日の鳥肌スコアは2039、一体何が起こるんでしょうね、うん、本日の鳥肌ポイントは、いやもうわーっていろんなところ出てきてすごいね、びっくりするわ。それでは See you bye。本日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。ここでお知らせになります。小焼きスタジオ初の書籍が発売します。発売日は2023年3月2日となっております。現在は Amazon で予約開始ということですね。予約していただいた方は3月2日にお届け予定となっております、はい、これまで YouTube で話すことのなかった未公開の都市伝説を収録しております。この実体験話します。そうなんですよ、はい、これからの日本の未来がどうなるのかとか、小安田版予言書となるかもしれません。さらにただただ都市伝説の紹介本ではありません。都市伝説の語り方講座みたいな、YouTuber ならではのですね、そう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 、ページもありますし、都市伝説を楽しむもよし、友達に都市伝説を話して楽しむもよし、唯一無二の都市伝説本となっております、はい、隠されたメッセージもたくさん散りばめてますので、ぜひ実物を手に取って読んでください。備えろ。詳しくは概要欄からよろしくお願いします。実は数多くの預言者が闇の3日間が来ると予言してるんですね。2582年から来た未来人の予言によりますと、闇の3日間はズバリ2026年6月6日からやってくるそうです。実際にこの闇の3日間に突入した際は、こういう風に対策してっていう風に言ってくれている、はい、家の中の入り口を全て閉じて固定し、全ての照明を消し、決して窓の外を見ないように。闇の3日間が訪れるとする予言は歴史的に数多く残されてきました。闇の3日間には悪魔が現れる。このようなですね、悪魔の出現とは一体何を意味しているんでしょうか、はい。